こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回もご視聴ありがとうございます。それではですね、今日は、名音の美人学生をこんにちは前田千春です。ピアノ科の千春ちゃんです。お願いします。で、今回は音楽用語のよく出てくるリタルダンとラレンタンとアラルガンと、まあ、よく出てきますね。特に一番よく出てくるのこれだよね。よく出てくる、こう訳すね、リット、リットって言いますね。リットは、まあ、ピアノやってるとやっぱ出てくる。これも出てくる、やっぱり。そうですね。でもやっぱりリットが一番、まあこれが一番大きいんだけど、まあ、ラレンタントとアラルガン、これ全部日本語に訳すとだんだん遅くって、次第に遅くとか、うん、ね、うん、俺も昔こう楽天勉強した時にだんだん遅く、ラレンタンとだんだん遅く、アラルガンとだんだん遅く、何が違うねんというお話ですか。これ知ってる？知らない。知らない。知らない。これの、まあ、ダンドっていうのがまあみんな同じだから、これは英語で言うところのイング系なの。だから、だんだんこう、ちょっとずつ進行して、だんだん遅くなる。これ、タルデっていうのが、タルデっていうのが、椿姫が第三幕で、タルデ、もう遅い、みたいな。遅いっていう意味なのね。時間的に、まあ、遅刻するみたいなイメージとかが、やっぱりイタリア語ではあって、ってことは、リは、これはもう強調なので、だから、だんだん時間的に遅れていくのがリタルダンド、ね。時間的な遅れ。ラレンタント、レントってやつ。レントはわかる？遅い。遅い。そう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 。レントの遅い、このラルゴもあるでしょ。これも遅い、遅い。これ一緒やん、みたいな。で、レントとラルゴの違いはですね、レントは緩くなっていく。ベルトが緩いとかいうのもあるんです。だから、だんだん緩くなっていくみたいな。だからこう、タイトだったものがだんだんこう、ずれ、緩くなっていくイメージなの。遅くは遅くだけど、緩いっていうイメージがある。だ, だんだん緩んでいく。あの人レントねって言われたら、あんたちょっとレントだよねって言われたら、頭が緩いというイメージがあるそうです。そういうイメージだ。なんかこう、緩んでいくっていうイメージ。ちょっとイメージしましょう。だから、時間的に遅れていくんじゃなくて、なんかこう、音が緩んでいくみたいな感じ。じゃあ、ラルゴは遅い。このレントの意味も今後、だからそのレントも遅いんだけど、緩んだ感じ。うん。こう、ブカブカのズボンとかもレントっていう意味があるので、こう、緩い感じで演奏するっていうイメージと、ラルゴはですね、まあ、英語で言うと、ラージじゃん。大きいっていうのは、ラージって広大なっていう意味があるから、こうすごく広がっていくイメージ。アラルガント。だからこう、これは広がる、広大なイメージだから、だから時間的に遅れるものと、で、緩くなっていくものと、なんかこう、リズムがだん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 広大に広がっていくっていうイメージ。これ緩んでいくっていう。ちょっとなんか音色が変わりそうでしょ。そうですね。そうそうそう。だからこういうこう、イタリア語の元のことを知ってると、タルデっていうのは時間的に遅れる、遅刻するっていうイメージ。レントは、緩くなって緩んでいくっていうイメージで、ラルゴっていうのは広大っていうイメージ。うん、なかなか、って感じ。はい、なんかこう使えそうでしょ、ピアノだと。だから、ピアノでこうイメージがすごくあると、いいかな。例えば、こういうのでよくあるんです。テヌートとソステノートの違いは。テヌートよりソステノートの方が保っていると。ね、って感じ。あ、このソステノートね。テヌートって音を長く保ってっていう訳すのね、うん、音を長く保つ。で、ソステヌートも音を長く保つって書いてない。ソスはどこに行ったんだテヌートっていうのは、こう、音って減衰していくじゃん。音パンって発音すると、音はパーって落ちていく。で、こういう風に、こう、音はこうなっていくでしょ。テヌートっていうのは、こう、ホール、英語で言うとホールの、
が落ちないように上からガシッと持ってるから、音がこう、長く保つっていうイメージ。ソステヌートは、下から支えるという意味があるんですよ。なので、こう、落ちないように支えてる感じと、上でガッて掴んでる感じのイメージの違い。ソステヌートはちなみに、イタリア語では、裏口入学という、要はこう、落ちそうな学力を、こう、お金で支えるというイメージがあるそうなんですが、という感じ。だからソステヌートとテヌートの感じも、こう、イメージがちょっと違う。その音をうーっとこう落ちないように上でグッて保ってる感じと、なんか支えてるイメージの感じ。だから音色がすごく変わるみたいなね。だから、同じで音を長く保つっていうイメージでも、ちょっとソステヌートの場合は、下から支える。下から。これは上からガシッと握ってる。英語で言うとホールドという意味で。こっちは下から支えるという。支えるのなんだろうね、英語で言うと。わかんないけど。ということで、意外とためになりましたかね。演奏で使い分けれそうですね。ぜひ演奏を見に行ってあげてください。はい。ですね。はい。面白い、役に立ったなって思う方は、ぜひ、いいねを押していただけると、あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。僕、メルマガも、こういう音楽講座メルマガもやってますので、よければそちらの方も、登録していただけたらと思います。はい。同じように登録してくれたらと思います。登録してくれたらと思います。かわいいでしょ？はい。よろしくお願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。